江戸の町には2万軒ほどの長屋があり、そこには約40万人の庶民が暮らしていました。九尺二間の棟割り長屋、6畳一間の広さで三方が壁に仕切られた部屋のことです。庶民が住んでいた代表的な間取りと言われていますが、室内は薄暗くて風通しも悪かったそうです。簡素な造りだった江戸の長屋ですが、庶民たちはどのように暮らしていたのでしょうか。今回は江戸時代における庶民の長屋生活についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。長屋はどんな住宅だったか。江戸の町には武士だけではなく多くの庶民が暮らしていました。享保6年1721年の調査によると、江戸に住む庶民の人口は約50万人でした。そのうち約8割が暮らしていたのが長屋と呼ばれる住宅です。江戸時代の長屋は主に表棚と裏長屋に分かれていました。こちらは江戸の町割りを図にしたものですが、表通りに面して立ち並んでいるのが表棚です。表棚は2階建ての造りが一般的でした。1階が店舗で2階が住居になっており、経済力のある商人や職人たちが暮らしていたんです。一方、表通りに面していない路地裏に雑然と並んでいたのが裏長屋です。裏長屋は一棟の細長い住宅を数戸から十数戸に仕切って作られた集合住宅です。画一化された簡素な作りのワンルームで、棚狩り、裏長屋を借りて住む人が暮らしていました。こちらは裏長屋の間取りです。表棚と表棚の間に長屋木戸があり、路地を進んでいくと裏長屋がありました。裏長屋の路地の真ん中には排水のためのドブ板が敷かれていました。路地の幅は人と人がやっとすれ違うことができる狭さで、建物と建物の軒で日が差さないため薄暗かったといいます。また裏長屋の周辺には井戸、物干し場、トイレ、ゴミ捨て場などが設けられていて、住人たちが共同で利用していました。では裏長屋はどのような構造になっていたのでしょうか。裏長屋には主に割長屋と棟割長屋の2種類ありました。割長屋は各部屋が横に連なって仕切られた長屋のことです。両隣の部屋は壁で隔てられていますが、入り口と部屋の奥に腰高障子があり、自由に出入りできる構造でした。部屋の風通しも良く、比較的日光も取り入れやすい部屋でした。部屋の大きさは九尺二間、6畳一間の他にも九尺三間や2間 ×2 間など様々で、2階建ての長屋もありました。こちらは裏長屋が描かれた絵ですが、路地の両側には2階建ての長屋が建っています。右にある長屋は1階部分が入り酒屋、居酒屋で、2階が住居になっているようです。2階建ての長屋の場合は1階で店を出すケースがあったのかもしれませんね。割長屋の家賃は部屋の大きさや立地によっても違いますが、文政年間1818年から1830年では月800文から1000文、2万4000円から3万円が相場でした。一方、棟割長屋は棟の中心を壁で仕切り、背中合わせに部屋が作られていました。上から見ると背中合わせの部屋が横に連なっている構造です。入り口は外に開いているだけで、三方が壁になっています。そのため風通しや日当たりが悪く、隣の物音もよく聞こえたそうです。割長屋に比べて生活環境が良くなかったため、棟割長屋の家賃は400文から500文、12000円から15000円が相場でした。またトイレに近い部屋や首吊りが出た部屋、いわゆる訳あり物件になると、さらに安く借りることができたそうです。商品を売り歩くボテ振り行商人でも1日あたり3000円から6000円ほどの利益があったので、現代に比べると家賃の相場は割安だったと言えそうです。部屋の間取りは土間と居間の2つの空間に分かれていました。例えば九尺二間、6畳一間の間取りなら土間が1畳半で居間が4畳半の広さになります。玄関を入ると土間があります。土間には煮炊きするためのへっついかまど、簡単な洗い物ができる流し場、水を汲み置きする水がめなどが置いてありました。台所の天井には天窓がついていて、料理をするときに煙を排出したり日光を取り入れたりするために使われました。
土間から一段高くなっているスペースが住居と寝室を兼ねる居間です。居間は畳が敷かれているのが一般的でしたが、稼ぎが少ないため畳が買えず、板の間にむしろを敷いて暮らす人もいました。また、隣家との境になる壁が薄かったため、隣人の会話や生活音が丸聞こえだったといいます。こちらは草草紙に描かれた裏長屋の一室です。ボロボロになった壁が描かれていますが、長屋のリアルな姿かもしれませんね。ちなみに入り口の腰高障子には住人の名前や職業などが書かれていて、誰が住んでいるのかわかるようになっていました。裏長屋で暮らす人々、田中と大家。裏長屋には様々な人々が暮らしていましたが、特に多かったのがその日暮らしの人たちです。例えば日雇取りと呼ばれる日雇いの肉体労働者、天秤棒を担いで商品を売り歩くボテ振り行商人、江戸の交通サービスを担っていたカゴかきや飛脚などです。その日稼ぎで経済的な基盤が不安定だったため、家賃の安い裏長屋に住んでいたんですね。また大工や左官などの職人たちも多く暮らしていました。固定収入があった職人たちは裏長屋の中でも間取りが広い割長屋に住むことが多かったそうです。その他にも三味線や尺八といった芸事の師匠、駅舎、浪人など多種多様な人々が住んでいました。こちらは裏長屋の入り口に設けられた長屋木戸です。長屋木戸には住人の名前と職業が書かれた表札が貼られていました。例えば男女奉公人口入れや祈祷、下科、時和図、尺八指南、旧治療、駅線などの表札が確認できます。このようなサービスを提供する人たちも裏長屋で暮らしていたんですね。田中と呼ばれていた裏長屋の住人ですが、その面倒を見ていたのが大家です。大家は土地を所有する地主から裏長屋の管理を依頼された雇い人です。長屋木戸の近くにある部屋に住み、さまざまな仕事を行っていました。例えば家賃の集金、井戸や長屋の修繕、住人同士のトラブルや揉め事の仲裁、町ぶれ、町民に対して出された法令の伝達、火の用心などの見回りなどです。多岐にわたる業務をこなしていた大家ですが、田中の行動にも目を光らせていました。というのも大家には田中への管理監督責任があったからです。もし田中が犯罪を起こすと、奉行所に同行して一緒に取り調べを受けたり、監督不行き届きで処罰を受けることもあったんですね。そのため大家は田中に生活指導を行ったり、世話を焼いたりしていたわけです。田中も生活する上で困ったことがあれば大家に相談していました。田中にとって大家は身元引受人のような存在で、大家といえば親同然、田中といえば子も同然と言われるほど密接な関係だったんです。庶民の長屋生活。ここからは裏長屋で暮らす家族がどのように生活していたのか解説します。裏長屋で最も早く目を覚ますのは各長屋のおかみさんたちでした。明け6つ、午前6時前後より早い時間に目を覚ますと、家族の朝食を用意するためへっついに火をつけます。焚き木などの燃料費を節約するため、江戸では朝に1日食べる分のお米を炊くのが一般的でした。昼食と夕食の米も一気に炊く必要があったので、朝食の準備は大変な作業だったんです。井戸の水を汲み、水がめに必要な量の水を運ぶと、米を研いでご飯を炊き始めます。米炊きしている間に、おかみさんたちは顔を洗って髪を結い、ふさようじと呼ばれる歯ブラシで歯を磨いたりしていました。明け6つを過ぎて待ち木戸が開くと、早朝の長屋にはアサリ、シジミ、納豆などを売るボテ振りが訪れます。朝食のおかずとして需要の高い食材をタイミングよく売りに来るんですね。目当ての食材の売り声が聞こえると、おかみさんも戸口からボテ振りに声をかけ、商品を購入していました。ボテ振りは大きな声で商品名を呼びながら歩き回っていました。そのため江戸の長屋の朝を告げるのはアサリ売りや納豆売りの声だったと言われていたそうです。朝食の準備が終わる頃、おかみさんが夫と子供を起こして家族で朝ごはんを食べます。江戸時代の食卓にはテーブルがありませんでした。食前が一人ずつ用意されていて、
自分の分をそれぞれ食べるのが一般的でした。ちなみに昼食と夕食の分のお米は保湿・保温できるお室に入れて保管していました。朝食が終わると外で仕事がある人や寺子屋に通っている子どもたちがそれぞれの始業時間に合わせて家を出ます。中には裏長屋にいながら仕事をする職人もいました。例えば傘張り職人、下駄職人、飾り職人といった異職と呼ばれる職人たちです。作業するときは部屋の畳を片付けて臨時の工房で仕事をしていたんです。夫と子供を送り出した後、おかみさんは洗濯や針仕事をします。共同井戸の近くでたらいに水を張り、アクや米の研ぎ汁などの洗剤を使って手もみや足踏みで衣類を洗っていました。井戸端には各長屋のおかみさんが集まって洗濯をしていたため、自然と世間話や噂話が盛り上がったそうです。日当たりが悪かった裏長屋では洗濯物も共有スペースにある物干し場を利用していました。朝から慌ただしい生活ですが、さまざまな生活音に囲まれているのが長屋暮らしの特徴でした。井戸でおかみさんたちが話す声、小さな子供が遊ぶ声、商品を売りに来るボテ振りの声、職人たちが仕事する時の作業音などです。長屋に芸事の師匠がいる場合は琴や三味線なども響いていたので、賑やかな空間だったことが推測できますよね。夕方になって夫が帰ってくると、湯屋と呼ばれる銭湯に家族で出かけます。裏長屋にはお風呂がありませんでした。というのも燃料となる焚き火台が高いことに加えて火事になるリスクも高かったからです。失火で罪に問われることもあったため、庶民たちは町で営業していた湯屋に通っていたんですね。湯屋の料金は江戸中期の明和年間1764年から1772年で大人が6文180円、子供が4文120円ほどでした。価格が手頃だったこともあり、懐の寂しい長屋庶民でも毎日通うことができたんです。湯屋から家に戻ったら家族で夕食をとります。長屋庶民の夕ご飯は粗食でした。冷や飯をお茶漬けにして漬物と一緒に食べるのが一般的だったんですね。庶民の食生活を詳しく知りたい方はこちらの動画をチェックしてみてください。夜になって暗くなると居間に布団を敷いて寝る準備を始めます。長屋暮らしの庶民は日が暮れたらできるだけ早く寝るようにしていました。行灯という照明器具を使っていましたが、原料となる菜種油や魚油が高価だったからです。普段は価格の安い魚油を使っていましたが、手元が明るくなる程度の光源でした。そのため針仕事や物書きをするときには行灯に近寄って作業する必要があったんです。また魚油は悪臭がひどくて長時間使えなかったこともあり、午後8時から午後9時くらいには就寝するようにしていたそうです。裏長屋で快適に暮らす庶民の知恵と工夫。裏長屋の生活空間は実質4畳半から6畳ほどの広さでした。狭い長屋で快適に生活するため、庶民たちは様々な工夫を凝らしていました。まず収納ですが、生活空間を最大限に確保するため生活用品はできるだけ壁にかけていました。例えば絵文掛け、ハンガーに吊るした着物やノコギリ、ナタなどの仕事道具、風呂敷に包んだ衣類などです。土間にあるへっついの上部には棚を設け、食器類などを収納していました。また押し入れがなかった裏長屋では枕屏風が必需品でした。枕屏風とは簡易的なついたてのことで、日中は布団などの屋具を隠すために使われました。その他にも着替える時に目隠しとして使ったり、就寝する時に枕元に置き隙間風を遮る役割もありました。寒い季節に欠かせなかったのが灰の上で炭を燃やして使う火鉢です。火鉢は暖を取るために使う道具ですが、五徳の上に夜間などを置いて湯を沸かしたり、手軽な調理にも活用できました。現代のように簡単に火をつけることができなかったので、火鉢に火を残しておくこともありました。長火鉢は引き出しもついている生活必需品でしたが、猫板では簡単な食事や物書きもできる多機能ツールだったんです。暑い季節には風を室内に取り入れるため、戸を開けっぱなしにするのが一般的でした。この時蚊が部屋に入ってくるため、寝る時は蚊帳が必須でした。
蚊帳とは、蚊などの小さな虫の侵入を防ぐ網のことです。寝るときに布団の周辺に蚊帳を吊り下げ、蚊が入ってこないようにしていたんですね。夏の必需品ともいえる蚊帳ですが、夏以外の季節には使わなかったため、損料屋から借りる人も多かったそうです。損料屋とは、衣類や生活用品などを貸して、損料、貸したものが損耗する代償の料金を受け取るビジネスです。つまり、現代のレンタル業のことです。扱っていたのは、冠婚葬祭の衣装、布団、家財道具、蚊帳、こたつなど様々です。部屋のスペースを有効活用するため、長屋庶民たちは、必要に応じて損料屋を利用していたんです。中には、男性下着のふんどしをレンタルしていた人もいたそうです。必要最小限のもので生活するライフスタイルが注目されている現代ですが、長屋庶民たちが元祖ミニマリストだったかもしれませんね。今回は江戸時代の長屋生活について解説してきましたが、皆さんはどのように感じましたか？コメントや感想など書いていただけると嬉しいです。今後も江戸時代の暮らしや文化について発信していきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。